みなさん、b o n j o トシ都キューバーです。アメリカの通貨、ベイドルはリザーブカレンシー、準備通貨として世界中に利用されています。準備通貨というのは各国政府、もしくは金融当局の外貨準備の総額において相当量を占める通貨のことです。 石油や金のような国際間で取引される商品の価格に大きな影響を与える。つまり、世界の主を通過なります。それは、もちろん、アメリカにとって有利です。世界どこに行っても、米ドルさえあれば、なんとかなるということです。ただ、他の国にとっては、それは本当にいいことなのか そもそも米ドルの価値は昔と比べたらめちゃくちゃ下がっています。こちらはその価値の推移です。2020年の1ドルは昔どんな価値だったのか。1913年であれば今の価値に換算すると26ドルなんです。冷凍して書いてあるんですけども26ドルで いた直を30枚も変えたということなんです。また、基本的には、右方下がりです。結果的に、米ドルの価値は、ここ100年間で96、96%で下がりました。準備通貨であるのに、価値が下がる。アメリカだけにとっては有利だ、と思ってしまうのは当然のことです。それに対して、他の国も、 すでに動いています。2014年に結構前からですけども中国とロシアは自国の通貨中国元とロシアルーブルで取引できるように合意しました。また今週に発表されたんですけども中国とインドも同じです。米ドルを使わずに自国の通貨で取引できるようになりました。 まだあります。次は中国とブラジルです。これも今週に発表されました。この2カ国も自国の通貨で取引できるようになりました。気づいていると思うんですけども、中国を中心に動いています。もちろん今の米中摩擦は大きく影響しています。それにしても世界中に 自国の通貨で取引できるような動きが加速しています。そうなると、米ドルはもういらないことになりかえないです。昔から価値が暴落している米ドルは、完全に紙くずになってしまうのか、どうやる時期になったかなと思います。では、どうなるのか。アメリカ株に投資している方も多いので、価値がなくなるじゃん。 と心配するのは当然のことです。本当にそうなるのか今日は米国の現状と今後の展望について見ていきたいと思います。通貨の話なので変な線も用語も出てくるんですけども、できるだけシンプルに解説していきます。今日の内容も必ず参になかと思いますので、ぜひ、 いいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。米ドルは紙くずとなるのかその話の中心となるのは中国です。どう見ても今はアメリカと仲が悪いです。こちらは中国元とロシアルーブルの取引の総額です。 急に上がったのはわかるんですけども、そのタイミングに注目すべきです。実は、ロシアがウクライナに侵攻してから、取引の総額が急増しています。中国は、ロシアの動きに賛成しているということです。最近だと、少し減少しているんですけども、それにしても、昔と比べて、とんでもない規模になっています。 他には、また中国ですけども、中国元で初めての天然ガスの取引が成立されました。今までは米ドルでしかできなかったです。これもかなり大きいです。米ドルもう終わっとるやん冷静に見ておきましょう。そもそも今の主な通貨の現状を確認しないといけないです。こちらは世界の外貨準備です。 要は、各国が保有している外界の中に、各通貨はどのぐらいの割合を示しているのか。ダトツ1位のは、米ドルです。59.8%、ハム以上を示しています。次は、ユーロ19%、日本円5%、イギリスポンド4%です。中国元は、まだ全体の 2.8%しか示していないです。ただ、将来的に、この割合が大きくなる可能性が高いです。また、さっきの推移を見ると、米ドルの需要性も減っています。米ドルは青色ですけども、ここ20年間で減少傾向です。一方、中国言語は少しずつ増えています。本当に逆転するのか、 するとしたらいつなのか。ただ、現時点では、米ドルが強い状況にあります。まず、通貨別に借金の発行の総額です。米ドル、ユーロ、日本円があります。そこで、ユーロと日本円はあまり変わらないんですけども、米ドルが見方上がりで過去最高を記録しています。 借金は長い時間をかけて返済するものなので安定している通貨でないとかなり怖いです。なので今のところは借金の発行として信頼できる米ドルは一番利用されている通貨です。他に広域条件もすごいです。広域条件は輸出価格を輸入価格で割った 相対価格のことです。そこでロシアはウクライナに侵攻してからアメリカの攻撃条件が急増しています。逆にユーロはかなり暴落しています。なので貿易の観点でもアメリカはまだ強い立場にあります。これもいつか終わるんですけどもすぐと思えないです。 あと二つです。次は貿易荷重米ドル指数です。全体の貿易の中に米ドルはどのぐらい利用されているのかを示す指数です。もちろん上がったり下がったりしているんですけども、長期間で見ると上昇傾向にあります。これも米ドルの強さを示しています。最後に外国が保有している アメリカの資産です。株式、社債、国債などがあるんですけども、こちらも上昇傾向です。なので、外国から見ても、アメリカの資産が美味しいということです。多くの日本人も、アメリカ側に投資しているのは、住み合いです。もちろん、米ドルはずっと準備通過だったわけじゃないです。昔は、オランダの通貨、 その後、イギリスのポンドでした。ただ、両方とも同じパターンで、準備通過として亡くなりました。どう終わるのかというと、長い戦争です。準備通過が弱くなっていく中で、他の国から、お前の通貨もういらんわと怒り出して、戦争を起こします。しかも、なかなか激しい戦争です。 今の米ドルはどんな重厚かというと確かに絶好調とは言えないです。どちらかといえば強さが下がっている傾向にあります。一方、中国の存在感も大きくなっている中で中国源も強くなってきています。つまり今の傾向からするといつかアメリカと中国は大きな戦争になって米ドルは 世界の準備通貨として終わるということになるのか歴史からすると今の準備通貨は嫌に続かないことがわかっています。なので、米ドルもどこかでそのるのは間違いないです。ただ、そのタイミングは明確にわからないです。それに対してもアメリカは何もしないわけがないです。なので、 おそらく数十年かかることかなと思います。明日はベイドルが紙ごとならないのでご安心ください。ただ、ベイドルしか持ってませんにするのも常に危ないです。投資先と同じですけども、通貨もできるだけ分散すべきです。これを意識しながら、自分の資産をどう守るのか、アセットアロケーションを考えておきましょう。 それでは皆さんご視聴ありがとうございましたこの動画はうんよかったと思っている方は、えー、ぜひいいねボタン押していただければ大変助かりますまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますあとは Twitter もやっていますのでぜひフォローお願いします リンクはゴロに貼っていますので、ここにおければと思います。最後に皆さんから何か勧めしてほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていたければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。